はい、今回はですね、はい、この蒙古タンメン中本マーシン麺、うん、汁なしマーシン麺、はい、これをマコはどうしてもこれ食べたいということでね。そうなのよ、見た時にこれいかねばと思って。でもなんでそんな辛いのに弱いのにさ、いつもこういう辛いもんばっかり食べたがるわけよ。克服チャレンジですよ。唾飛ばして。栄養栄養。これ栄養。いや栄養ないな。もうなんかいつもそういうさ、うん、あの無謀なチャレンジをするよね。でしょ、うん、身の丈に合わないことしたがるのよ、うん、で、めましいってあのさ、うん、なんだっけこれ普通に食べるのもいいんだけど、うん、よくなんか入れてるじゃん、なんかを。あれなんだっけあれ、あ、納豆。それ納豆を、またつまなんか育つよ、うん、納豆を入れて調理したいんだけど、うん、ちょっとレンジでチンお願いしてもいいですか。お、俺が。やっぱね、あの達人が作るとレンチンも違うから。レンジで一撃やで。レンジで一撃って書いてあるんですけど、うん、まあ、じゃあ一撃でいってきます。お願いします。はい、あ、そうだ。はい、ここで告知をさせていただきます。4月5日金曜日、 BS 朝日のマイアニバーサリーソングという番組に、僕たちフラメンコロイドが出演いたします。この番組なんですけれども、高嶋政宏さんが司会を務める番組で、夜の10時24分からの1時間番組の中で1コーナー出演いたします。先月中目黒の楽屋で行ったライブの模様が放映される予定です。この番組お時間ありましたらぜひぜひご覧ください。よろしくお願いします。すごいよこれ、柄がここ柄はすごいです。ここうるさくするかぐらい。またマコが苦手なやつじゃないのこれ。なんか一瞬ホットケーキかと思った、形的に。なあ、確かに、うん、できた。お、ありがとうございます。できたよ。できてきたね。これなんかパッと見全然辛そうに見えないね。そうだね、うん、いい匂いするね。楽勝じゃない。楽勝だと思うよ、こんなのは。ちょっと納豆後で入れるやろ、うんうん、じゃあここにこれ入れようか。そうだ、うん、そういうやつ入れると一気にやばくなるね、うん。これさ、うん、少量やったらピリ辛で、うん、半分やったら中辛、うん、全部やったら激辛なんだけど、うん、全部いく？もちろん全部ですよ。さすがやな、うん、こんな感じかな、うん、あ、でも色はそんなになんかこないだのあれとは違うね。違うね、なんかあれ黒かったもんね、うん、あれ真っ黒やったかな、うん、いかにもやばい色してたから、うん、こんな感じかな。うん、じゃちょっとこの混ぜた方がいい。そうね、辛いとこまず混ぜて、うん、うまそうやでこれ。これさ、うん、なんかの台湾混ぜそばみたいな、結構太麺で味噌も、あ、いかにもうまそうじゃないこれ、うん、これ辛いかな。この前あのほら真っ黒の食べた男だよ俺は、うん、じゃあちょっと一口いきますね、はい。ちょっと待って、こんなはずじゃなかった。俺、あ、辛っ。もう何回、今、一吸いの中に。うん。辛っ。これ、もっと辛そうな色にしてくんなきゃ困るよ。中本さん、ちょっとこれ、油断した。マジ辛い。じゃあ次、納豆入れてみよう。早速もう、入れてください。カレー。やばいな。こんな量あんのに、さっきまでうまそうに見えてたけど。ね、どんだけ緩和、どっちなんだろうね。これ緩和するのかな。ああ、よかった。ちょっと辛くない要素のものが入ってきたよ。なんかいい感じの匂いやね。いい感じの匂いだね。うん、でもさ、めのしいと思い出して、さっきもいい感じの匂いと思ってめっちゃ辛かったんだよ。これ多分大丈夫だと思う。大丈夫かな、うん、信じていい。あの、ちゃんと混ぜたらめっちゃうまい。あ、じゃあそうなの、ちゃんと混ぜよ、これね。これは想像以上にうまくうまそうね、うん、確かに。めのしいと辛いのめっちゃ強いからね。いや、そうだもんね。え、だってアフリカ人と住んでたじゃん、うん、その時と今は違うかな。もうやばいな。あ、ほんと、じゃあ、いきます。うまい。むせなくなった。あ、うまい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 ね。うん。
だから匂いめっちゃいいもん。これなんで むせなくなることがポイントじゃないんだけど、納豆が入っただけでマイルドになる。マイルドっていうの、辛みが抑えられて旨味の方が多く感じるぞ。すごいな、これ誰が考えたんだろう。そしてぬるぬるやん、うん、うまい、すごい。なんか2回むせなかったから自信がついたよ。むせる人はね、うん、納豆入れてください、うん、え、どういうことなんだろう。不思議やな、仕組みが全然わかんない。うん、一むせ、うん、でもさっき7むせぐらいしてた。単位だからね、これむせっていうのは。じゃあちょっと多めにいこうか。むせるんちゃう。じゃあむせないでしょう。むせませんよ、これは。こんぐらいでもね、例えばね。でも蓋むせ、うん、頑張って掴んである。これさ、うん、もう一個違うの入れてみたらどうやろう。あ、魚醤とか今ここに、うん、ちょっと、うん、お願いします。はい、これ何、これね、外国のだね。うん、前ベトナム行った時に買ってきたんですよ。すごいね、国際的になってきた。これにベトナム風味ですか。はい、何個か買ってきた中でこれ合うんじゃないかなと。楽しみ、入れてみましょう、うん、ちょっとだけな、これ、うん、よし。あ、匂いがうまい匂いしてる。うまい匂いした、うまい匂いした、うん、一回持ち上げただけでこうやってきたよ。おー、これはすごい奇跡のコラボやな、うん。今むせないように頑張った。変なうんってなってたけど、美味しい。あ、本当に美味しい。うまい、うまい、うまい。これ合うやな。あ、ごめん、むしろもうちょっと垂らして。ありがとうございます。これはあんまり混ぜんと、このかかってるとこ行ってみよう。味は間違いなく美味しい。ただそこに沈んそこに沈んでた辛みが一気に来たから、うん、でもね、これは嫌な辛さじゃない。ただ無駄に辛い辛さじゃなくて、本当に旨味があるから美味しい。これ絶対納豆とできたら、まあ、ベトナム製は難しいけど、魚醤を入れると本当にいいと思います。へー、なんか納豆ばっかりが残ってる。納豆ばっか残ってる。これが難点やな。そうだね、うん、ちょっとでもこれうまくつかめてもこうなるよね。なると変だからね。逆に息しやすいんじゃないか。うん、こうやってね、うん、まあむせるとは思う。どこまでむせないでできるか言ってみようかな。なんかさ、うん、このチャッチャッチャッチャってやってるやんか、うん、全然当たってへんやん。当たってないよ。いや、自信持って。もうなんか適当にチャッ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 ってやって、なんか10回ぐらい動かしてるのに1個ぐらいしか動いてへん。動いてやす。当たってないのよ、本当に。何をやってんの一体。じゃあ、あの命中率を求めないで、うん、あの数打ち当たりでいきましょう。これは書き込みます。ちょっと今日は一気時間かかるよ。最近ね、あのまこさんの一気見てると、あの待ってましたって言われること多いんですよ、うん。席の隣でラーメン屋さんでお客さんが、うん、あ、生で見れましたって言われること多いですけど。あ、あの視聴者感触を、うん、最近なんかラーメン屋行くと会うこと多いもんね。多い。やっぱり みんなそれ期待してるよね、うん。あとね、いい時なんかはラーメン屋さん食べてるとカウンターここに前にいるじゃないですか、うんうん。ラーメン屋さんが俺のこと感触を、生感触を見ようとして見てる時がある。あるあれね、なんかちょっと嬉しい。うん、まあそういうわけで今日の監修はちょっと時間かかりますけど、今からこの量いきます。これを一気ね。うん、一気。完食。それさ、うん、
息っていうか、うん、口の中に溜めてるだけやん。どうした？喋れへんねん。今むちゃ辛い。大丈夫？全然ちゃう。横でずっと。ふふんとか横でずっと。ものすごい熱さやで。辛かった。やばかった。もう3分ぐらいやってたでしょこれ、うん、口が全然開けなくて、うん、噛むこともできなかった入れすぎて。やっぱ納豆は息できないわ。納豆が息できるっていうよりさ、うんうん、そこで溜まってる辛さや。辛さね。これ多分分かった。納豆が辛かったやつを全部洗い流して、うん、そこに溜めてたってことや。最悪なんじゃ。そう、納豆はダメかもしれない。あの一時しのぎですねこれは、うん。だから麺の辛さを全部こそぎ取って下に下に、そうね、ほいで辛くなくして、うん、ほいで納豆のなんかまろやかさでこう食べて、ごまかしていけるじゃんって。どういう仕組みになってるか分からへんって。今仕組みが分かって、後からっていうことで、はい、納豆入れたらうまいっていうことは分かったけど、それは間違いない、うん、一気は危険やって。一気はやめた方がいいかもしれない。誰もしないかもしれないけど、やめた方がいいかもしれない。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。やばかった。あ、すっごい。